Hello everybody! Welcome back to That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles. We are finally continuing the story. リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。出発だ。ドドドドドド、探索開始だ。たあ、落ちろ。くらえ。コク、接敵を確認しました。まだ油断してよ。フレアサークル、くらえ。オーガフレーム、ここです。くらえ。悪い、制するぞ。オーガフレーム、いきます。いや、いきます。やっ、はぁ、あ、これ以上ない結果ですね。バッチリかな。あとはお任せします。何かあるみたい。使えそうだね。何かあるみたい。使えそうだね。コク、強敵を発見しました。はっはっ、僕だってあの人のように。やっ、はっ、決まった。ふっ、止めてみろ。また、はぁ、止めてみろ。どうだ。はぁ、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 すごい。みんなも喜んでくれそう。よし、完璧だな。下がります。ユニークスキル。コク、接敵を確認しました。やっ、ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守りたい。行きます。いや、ここからいい調子です。甘く見ないでください。バッチリかな。あれは何でしょう。これは使えそうですね。マトルデイ、強敵を発見しました。
我が範囲にお任せあれ。ボルテックスクラッシュ。決まった。行きます。甘く見ないでください。まだです。あとはお任せします。クレアサークル。クラエ。クレアサークル。クラエ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー上がってきた。こんなもんかな。くっよっそりゃそれふっそりゃうりゃそりゃよっふっうりゃっうらっよっした。悪いはっはっはぁ止めてみろ。これなら十分喜んでもらえるかも。よし、完璧だな。コンプリート。ピッグボーン。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。これでよりリムル様のお役に立てる。これでよりリムル様のお役に立てる。新たなスキルを得たようですね。イエース。これもすべてリムル様のおかげです。ほほう、これはなかなか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 。強くなれたかな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 。イエース。強くなれたかな。強くなれたかな。強くなれたかな。これだけやれば十分だ。ありがとうよ旦那。そういやスミレちゃんが探して。スミレが？分かった。Outside of the office. リムルさん、話したいことがある。何かあったのか。アンゲルスについて、みんな執務官に、カバルさんたち、
スミレ、話を聞かせ。皆さんから話を聞いて、天木国アンゲルスはテンペストに狙いを絞り、情報を集めています。テンペストがターゲット？はい。少し前にカタキと一緒にコボルトの集落、そこでアンゲルスの商人に会ってテンペストのことを聞かれました。私もラビットマンの集落で、なんだか怪しかったので。クマル？アンゲルスのクマルといえば、俺たちもクマルには会ってる。そうなのか。俺たちがオークロードの調査に向かうと知っていて、何でもいいから情報。俺たちはブルムンドに向かう途中に一時。その時もテンペストやメルダラのことを聞いてたよね。なかなかしつこかったでやす。それを言うなら、ベルドラの気配が消えたこと、今回調査に来たのも同じつての情報で。みんながみんなクマルを知ってるって。皆さん話してくれてありがとう。皆さんに聞きたいことがあります。ベルドラやジュラテンペスト連邦国のこと以外に、リムルさんがいつから現れたと。オークロードやアストラルゴム。そういえばそんな話もしてたな。俺たちも。やっぱりクマルのことが気になるの。はい。実はもうそのクマル。そうなん。聞いてない。私の対応ミスった。今のところ何事もなく順調な取引を続けているが、何か怪しげな動きが。はい。アンゲルスのことで話しておきたい。リムルさんとリトたち、テンペストの仲間たちに隠しては。隠してはおけないって。話したいことがあるなら聞くよ。アンゲルスは私を召喚。スミレはアンゲルス出身。死ぬ直前で召喚されただけだから、出身というのかどうかは。私が召喚される前に。そんな。そのことは大丈夫なんですが、最近まで鎖国状態。鎖国していたのは父は。私とは。スミレのお父さんも。いえ、父は。大賢者、アンゲルスに関して。はい。天木国アンゲルスは天使500年前の戦争時に現れた。この世界天使がいるのか。アンゲルスには天使。そこは少しややこしくて、天使の貝渡りで手に入るスキルやその力に、天使を復活させるために異世界人初めこそ11。それで私含めて貝渡りで狙った。そこで召喚され、父の魂は天使の意外に馴染み、今はアンゲルスと名乗り、教祖としてまた王として君臨してます。変わった国だとは思うけど、何かまずいことがあるのか。はい。天使のゴーレムという自覚のある教祖アンゲルスの目、この世界の神。神とは。教祖アンゲルスにとってこの世界の神とは竜です。神になるために竜士の力を必要としてます。だからベルドラのことを。はい。アンゲルスの狙いはベルドラの遺骸、それを使いゴーレムを作る。なるほど。ベルドラが消えたのと俺の登場はほぼ同時期。オークロードやアストラルゴブリンを倒し、リムルさんがベルドラの力が消えた理由と。なるほどな。狙いは。私がこの世界に召喚された理由は、父である、父であった教祖の教祖が近いうちに何か行動を起こします。リムルさん気をつけてください。私はテンペストを守りたい。分かった。俺たちがいることを。ありがとう。アンゲルスと狙いが粒子なら、ミディムも狙われるのか。いや、あのミディム当面危険なのは俺だ。だが、クマルはひどい悪人には見えなく。リムルさん、私を鍛えてください。父親と戦うため。分かった。とっく父親と戦う。でも、
スミレの決意。告。Let's head out and train. 告。強敵を発見しました。警告。高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。それ、許してね。やっはよ、よいしょ。それ、えい。倒れて。や、許してね。よ、よいしょ。フレアオーラシールド。え、何するの。よ、よいしょ。や、それ、えい。倒れて。よいしょ。や、えい。Yes. 皆さんの力を生き残るもの。うわそりゃふん よいしょだけじゃそれやオートバトルモードに何するのオートバトルモードを終了します。クルス倒れてオーラシールドそりゃうわよいしょナイス。リムルさん、あ、うん、はい、俺を探してるみたいだ。リムル様、ヨウム殿たちの旅立ちの準備ができました。わかった、行く。リムルの旦那。ああ、しかし。ハクロウ殿。今回はここまでで十分です。わあ、じゃあ頼んだぞ。しっかり。ハクロウの修行によりヨウムたち一団はオークロードを倒したといっても真実味のあるパーティーへと成長した。今後はジュラテンペスト連邦国を拠点にこれは魔物の国であるってこういう地道な活動。それにしてもちろん見た目でお疲れさん。とんでも旅の間も日々これ修行。ああなんか悲しそうだ。仲は悪くないっすよ。おまそんな堂々とサボる。ゴブタお前が修行中すぎその稽古の相手を探しておったのじゃ。ヨウムたちの修行は時間がサボって体もなまっておるよ。本気？リムル様、ヨウムさん重要な何？大変なことになるのはお前だ。諦めろゴブタ。サボった分頑張れ。コク。コク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。行くっすよ。こっちっす。こりゃまだまだ行く。こりゃやまだまだ行く。水山こりゃまだまだ行くなえっす。やるっす。こうなりゃ奥歯立ちっす。こりゃまだまだ行く。許さないっすよ。やるっす。よっ手に行くっすよ。サモンウルフ。よっ。いや、何するっすか。やるっす。行くっすよ。こっちっす。と。それそれ。行くっすよ。こっちっす。まだやる気っすか。と。それ
集め。なんじゃと。それそれ。カモンセ。ありえ。よ。や。まだまだ行く。負けられんな。ナイス。オッケー。サモングループ。やっよっ許さないっすよやるっすカモンセハリエーとそれそれ流水山カットにするっすかやるっすそれそれよっやっぱっすそれそれおうゴプタイストロコッし修行に終わりなし限界限界と言いながらその限界を更新し限界を更新すかふんまた限界を超えたようじゃ限界超えたら修行が続くまあまあ二人とも今日はこれくらいにして続くおおリムル様こちらでしたかリグルド、どうしたリムル様、男性陣をいいけどいやはや、そうリムル様に皆に馴染みたいのかもしれませんが親睦を深Outside the hot springs おお、リムル様も湯あみで。ああ、まあ、できたらぜひまたお茶。リムル様。わかったわかった。Now he's with the male folks. キリン。泳ぐな。酒が欲しくなりますな。温泉で一杯というのもなかなか。確かに仕事終わりの温泉での確かにゴブタお湯かかるんだゴブタリムルさんおいお承知みんなのえじゃあ飲んいやろくにやすお前聞いちゃいねおいそれにヨウムたちの件はどうなってんだ俺たちの代わりに英雄に仕立て上げる協力あーじゃないってもうヨウムたちは旅立ったんだぞそれなら問題ないですよすでに仕込みそうなのええちゃんとオークロードを倒した英雄として名を広められるように根回ししてありますそしてリムル殿たちはそれを手伝った害のない魔物たちだそっかならのんびりしててもやることはやってるんだななあお前たちブルムンド王国へも道を作ろうかと思ってるんだけどえいあ、気づいた。え、いや、え、いやいや。それはありがたいことですが、大規模な国家事業になりますぞ。ま、そこだよ、フューズ君。君、リムル殿にそう呼ばれる。そんなことはいいんだよ、フューズ君。道ができれば今後の取引にも便利だろう。当然だが、作業は俺。ただし、我が国の特産品を他の国にも売りつけたいので。もろもろの相談ができる人物の紹介を頼みたいわかりましたお安いご用うんうんThe hot springs どうだ私の勝ちなのだ私の方が長い時間潜っていいえ勝ったのは私です違いますほんのわずかな差ですがまた私です水泳は頑張りました負けを認めないとはずるいぞよしだったらもう一回だいいでしょうもう一度本来ならお風呂に潜るのやりましょうせーのせーのたまにはこんな息抜きの時間もいい。ブルムンドとも国交を始めようとしている中。
ミリムに吹っ飛ばされたフォビオが深い恨みを持っていることに、この時の俺はブルムンドとの交易に何を使えば利益、人間の国との取引は俺のゼンスの知識が役に立つはずだ。他にうちの特産といえば絹織物、武器、よし交易に使え。コク、新たな目標が発見。よし集めるぞ。Sometime later. どうかしたのか？リムル様、アピトが。アピトが？なんかジオニーモのを探しているのですが。疲労なのか？だったら栄養ドリンクがいい。栄養ドリンク。すぐに作って持って。栄養ドリンク。森に詳しいリグルに話。需要効果のある。ああ、何か知らないか？それでしたら栄養価の高い薬草やキノコ、あと質の高い蜂蜜が該当するかと思います。薬草やキノコと蜂蜜だな。あ、リブル様、それらは危険な場所にあるの。わかった、ありがとう。Thanks。コク、新たな目標が。よし集めるぞ。リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。コク、よし出発だ。コク、コレクティングメディシン、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。ソロ、フレアサークル、くらえ。ここが正念場。いい感じだ。フレアサークル、くらえ。オーバーフレーム。うりゃ、そりゃ。ふむふむ、結構調子いいな。バッチリかな。お、なんだこれ。コク、強敵を発見しました。よっ、そりゃ。遅いよ、リュウ。油断した。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。フレアさん、ここが正念場。このゴブリンの力を見たか。そりゃフレアサークル、くらえ。いや、うりゃ。そりゃ、この調子でガンガン行くぞ。バッチリかな。